ボンジョールのおはようございます。ローマのココです。今日はトスカーナのお家の点検に行こうって主人と話してたんだけど、お友達も僕たちも行くって言うので、お友達カップルと4人で、それプラスレックスを連れて、お友達の運転でトスカーナの方に行ってきたいと思います。で、せっかくだから美味しいものでも食べようって言ってるんで、何かトスカーナの美味しいものを食べていきたいと思います。まずはね、カフェで待ち合わせなので、これからカフェに向かいたいと思います。Come lo vuole il bottone? Guardi, se lei va a fare bella memoria con me. Non te lo auguro. Campini, fresh juice. これはね、オレンジを次回を使って絞ります。ナポリの食べ物だけど、ひよっこりネーベって、中にリコッタと生クリームをこう泡立てたものが入ってるんだって。うん、マリトッツォのナポリ版だね。うん、リコッタってあんまり好きじゃないけど、これ軽くて美味しい。ねえレックス君、今日は何ももらえなかったね。まあいっか。はい、イタリアでは皆さんこうやってカウンターで飲んだり食べたりします。座って食べるのと、座るとサービスというかウェーターがサービスしてくれるんです。サービスフィーも払うからちょっと高くなるんだけど、立って飲食すると結構安くていただけます。ねえレックス君も入れるんだよね。イタリアの多くのカフェとかレストランはワンコ同伴 OK です。トスカーナのうちに到着しました。2時間半くらいかな、ローマから、うん、お友達の運転でレックスも連れてやってきました。これからちょっとお家の点検をして街の方に出てきたいと思います。Go get it! Uh-huh. Yeah. コルトーナの町から見える下界です。向こうにはトラジメーノ湖が見える、ね、オリーブの木でできてるまな板とかキッチン用具が売ってます。この地域独特のセラミック、かわいいね。
コルトーナの中心地。このピアッツァの奥にレストランがあります。このねラ・グロッタっていうのが私たちのお気に入りのレストランなんだけど、今日は閉まってます。Ciao Rex. Però con i cani non so se fa questo rumore. Scusa. Prego, prego. Mettiamole via. A lei l'ha montata? Io? Ha fatto un segno? Piaciuto? Subito. Oh, subito. Mi è piaciuto. Questa minaccia non è sessuale. Però magari visto mai io. Ciao Rex. Rex. Qui è troppo rilevante. E tutto là. Mamma mia, guarda. Ma senti un pezzetto di malato. Una cosa morbidissima. Vuoi assaggiare questo formaggio al volo? Grazie. Cioè, comunque, a prescindere da dove lo metterete, no? Se vuoi... Adesso io avevo limitato la parte della carne fatta in capello. E mo... Potete dire.周りができてます。ニョッキでもないラビオリでもない、そんな感じ。ブラウニーです。そしてカントゥッチ。Sambuca, oppure l'altra che si chiama Arrivederci, grazie, grazie di tutti. Roma に戻ってきました。レックス君は疲れちゃって寝ちゃってます。でも楽しかったね。また行こうね。